ヨハン・ファイン・リヒ・ティシュ・バインは、ドイツの画家である。多くの画家を出した、ティシュ・バイン一族を代表する画家の一人で、カッセルのティシュ・バインとも呼ばれる。おいに、同盟の画家がいるため、デア・アルテレが付けられることもある。肖像画、風景画、宗教画を描いた。ドイツの百科事典、メイヤーズ・カンバセーションズ・レクシコンによれば、最も優れた、婦人像の描き手とされている。 ヘッセンのハイナに生まれた。父親はパン屋であり、兄弟に画家となったヨハン・ファレンティン・ティッシュ・バインやヨハン・アントン・ティッシュ・バイン、ヨハン・ヤーコブ・ティッシュ・バインらがいる。1736年から1741年の間、カッセルの壁紙画家のチンマーマンやフリーゼに見習いとして働いた。1743年に貴族の経済的援助を受けてパリに修行に出て、 シャルル・アンドレ・バンドーの弟子となり、1749年には、ベネツィアを訪れ、ジョバンニ・バッティスタ・ピアッツェッタに学んだ。1750年から1751年には、ローマに滞在した。1753年にヘッセン・カッセル・紅白、ビルヘルム8世の宮廷画家となり、この年始まったビルヘルムシュタール宮殿の建設のために多くの絵を描いた。7年戦争で、 ヘッセン・カッセル・法白ハはフランスに占領されたため亡命生活を送った。1762年にカッセルに戻り新設されたカッセルの技術学校の教授に任じられた。代表作の一つとされるアルテミシアはロイス・エーベルスドルフ伯ハ,ハインリヒ24世の娘で18世紀後半のドイツにおいて最も美しい女性の一人と言われていた。 アウグステをモデルにしたことで知られている。ありがとうございます。